はい、すいません、よろしくお願いします。今日は注意戦ですが、どうなんだろう、配列見てると乗ってない感じかな。配列がでも注意のチームですけどね、配列がでもどう考えても無人配列だよねこれ。まあでもね、もう正直制圧戦はちょっとねシステム変えた方がいいよ本当に。なんかみんなが楽しめるような、こんなもんさ、チーターと、もうずっと何回も言ってるけど、チーターと廃課金者と古参、この3種類の2つ持ってるチームしか楽しめんよ、2つ以上。どれか1つでもダメなんですよね。ただ古参だけでも課金してなかったら全然遊べないしね、えただ廃課金だけでも今度制圧戦が制圧ポイントが足りないから遊べないし、ただチーターだけでもね、結局リスクもあるしね、え、あまりにもだって見た目のスペックとねえ実際に出てるスペックが違いすぎたらねえ、まずチームからも相手にされないし、ソロチームでチーターとかってやったら多分さすがにそれはね一発でバンすると思うからね、なんか分かりにくいんだよね、うまくやってんな。でもそれだけでもダメだから、だから結局はねその中で2つ以上持ってないとダメなんですよね。っていうかそんなシステムのゲーム誰が真面目にやんねんって感じで、で A はやっぱそういうの少ないからねえ、成功法で遊べるけどねえ、 S はって感じだね。でもこんな感じでじゃあ A がこうみんなまったりっていう風になったらゲームとして成り立たないからね。だから私思うに、楽しいゲームを作ったら対戦型でね、運営が廃課金仕様にしなくてもみんな勝手に課金するから、楽しかったらで勝手に輪ができるから、それが成功してるソサゲだからさ。なんだろうね、なんかバンナムの本当になんかこういうゲームとか、まあ多分版権出してるだけで全部下請けに流してるからさ、ゼネコンみたいな感じなんだけどさ、でもまあちょっといい加減バンナムっていうのももうゲーム業界では本当にクソ会社っていうので有名だからね、えあっちのアニメーションの方はいいけど、ね、
あーゲームが落ちた。おーい、よし。さあ復帰してくれるかね。なんか寂しいなこのゲーム。もういやまあ前よりはね A も盛り上がってるんすけど、いやでも粉剣配ってる割には薄いね。もうちょっとなんかバズってほしいよね。いや前でもね3人のチームね戦ったんすけど、むっちゃ強かったよ。なんかなんかすげえ強かったな。なんかねギガエリアと防御をむっちゃうまく使い分けてね、こっちが3人しかいねえから舐めてかかってたらね、足速いからさガンガンギガエリアで潰されて、で途中でいなくなるんだよね。まあ要はねえあの SP とかの関係で、でもう戦艦だから、あもう終わったかなと思ったら最後ねまた復帰してきてね狙ってくるって感じでね、あれ結構やり方うまいっすよ。あれだから6人いたら負けてたね。しかもあれでブーとかうまくかけてたらガチでやばかったね。なんかいろんなチームはね、なんかソロチームで、あれソロチームしかできないですからね、そういう変則技ってソロチームでそういうなんかねうまく、だからもうなんかねなんか福岡で連携するのがこのゲームの遊び方じゃないかなと思いますよ。
よし。いやーなんかね眠たくなっちゃうね。もうなんかもうちょっとなんか制圧のシステム変えていただけないかね。人数揃わないときはね、AI にするとかでいいと思うんだけどね。その欠員メンバーだ、 OK がこれ出ない人だよね。よし。しかしあれだな、なんかノートの方エラーが出まくるな大丈夫かこのゲーム。あのクライアント版はいいんだけどね、ノートの方のなんかブラウザーはなんかダメだねこのゲーム。スペックはねまあまあのやつ。てかブラゲーでこんなにスペック取られるのってないよマジひでえよこのゲーム本当に。落ちまくりだからね制圧戦の時。あとなんかエラーだけ、エラー画面だけ出るのって何本当に本当もう早急にね、あの課金アイテムを増やすよりもね、ブラウザーの最適化をほんとねちゃんとやらんと、ほんとこれ課金詐欺だよよし。最終ターンです。
え、来週最後でしたっけ。とりあえず全勝はしてますけど、隠居さんが強すぎるからどうだろう。最終週あと3位のチームも強いから、もしかしたら1敗2敗ぐらいするかもね。いや、隠居さんのチームでむっちゃ課金してる隠居チームがあるんですよ。あれは強いよマジで。隠居って言ってもね、古い方多いからね。あとサブアカかな、もうめんどくさくなったサブアカをそこにぶっ込んでる人も多いから、要はね、中身はハイチームの人とか多いんだよね、隠居チームって。だからあんまり舐めてかかるとやられますよ。熱入れてないのかな、あまりにも当たらなすぎでしょ。お疲れ様でした。